今日は半夏生です。これはね、半夏生とは夏至から数えて11日目に当たる日で、この時期にカラスグシャクという薬草が生えることから名付けられました。谷植えた苗がタコの足のように大地にしっかりと豊作になるようにとの願いから、タコを食べる習慣があって、甘辛に柔らかに酢だと天ぷらなどが作られます。さあ、タコの顔を比べてみます。これがタコですよ。で、これがどっちが大きいか。それはタコの方が大きいですですね。でかいな。田植えが夏バテにも効くらしい。そう、美味しそう。これすごいです。これ海のタコ全部取られてますね。すごいこれね。半夏生、半夏生、そんな日があったと知らんかったです。